ありがとうございました。じゃあ飲み半分。ああ、いいよ。よいしょ。オッケーオッケー。よいしょ。ひとまずハウスの屋根張り8割方終了です。これが春の農作業の一番最初の作業になります。一番最初で、そして一番大ごとな作業です。これ一人で屋根張りするのはちょっと難しいので、あの村中の人と、それから峠向こうの淳代っていうところから3人、手伝いに来てもらいました。今日合計6人で、やりました。まあいいや、屋根はかけました。そしてこのつまめんのスプリングも止めました。普通だったらここで終わりなんですけど、今日の夜風がちょっと強いってことなんで、この上のバンド掛けの作業までこの後休憩の後やって、それで今日は終わりにしようと思います。もうちょっと作業頑張っていきます。いや、屋根張り終わりました。よかった、やれやれです。もう長かったようで短い冬休みも終わりまして、いよいよ、まあ、こうしてキュウリの作業が始まります。まあただ今までと何が違うかっていうと、まあ、新型コロナウイルスです。まあここは農村ですし、やっぱ僕は農家なんで、そもそも人と会うということがほとんどないし、その外出らしい外出っていうのも、まあ、もともとないので、行動については今までと特に変化はないです。まあ、ただ行動の変化はなくても、まあ、その気持ち意識については今までと同じというわけには、まあ、いかないですね。東京に住んでる友達、その都市部に住んでる友達が今経験している身の危険とか行動の制限とか、まあ、そういうのを思うと、それはやっぱ心配です。今すぐに何か明るい兆しが見えてくるというのはないと思うんですけど、僕は78億人の人類の知恵みたいなものを信じてますし、まあ、僕は僕にできることを、まあ、僕にとってはこれですけれども、これを一つずつ今まで通りできるんであれば今まで通りやっていこうと思います。5月6月夏秋とね、季節を重ねていきます。いきなり話が変わって申し訳ないんですけど、マイクがこっち向いてるからちょっと聞こえないと思うんですけど、藤の種が炸裂する音がさっきから響き渡ってまして、パン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 ってすごい音が鳴ってるんですよ。これ取りに行きましょう。いや、よかった、今日マイク2つ持ってきてたんですよ。これはぜひステレオで残したい音です。音の風景ってやつです。